皆さんどうもケイケイです。ご視聴ありがとうございます。今回はシンデレラについてまた話していくんですけれども、特にシンデレラはタイムボムの運で高得点が出せるかどうかっていうのが決まってくるって思っている方に向けて話したいと思います。シンデレラに限らず、タイムボムをたくさん出して時間を増やしていく系のツムは、すべて運だけじゃないんだよってことを話したいと思います。まあね、名前は伏せておくんですけれども、シンデレラのコツ解説動画を出したら、シンデレラで高得点を出せるか出せないかはタイムボムの運で決まるから、こんなコツ解説を聞いても無駄だよっていう方がいらっしゃったんですよね。なので今回はシンデレラを使って、21億スコアなんかを出すときには、タイムボムの運じゃなくて、それ以外に重要なことがあるんだよっていうのを証明するのと、どう改善すれば高得点が出せるようになるかっていうのも合わせて紹介していきたいと思います。シンデレラのプレイ動画を右の方に流しておくので、左の方でいろいろメモとかしながら話していきます。まず、タイムボムは9から16チェーンをした時に発生するんですけれども、シンデレラはスキルまでも最大チェーン数が12で、ボムアイテムを使ったら13までの判定になっているので、14、15、16の確率は省きます。僕のシンデレラはスキル5なんで、他に12チェーンや13チェーンが出せるツムでも検証してまとめてみたところ、タイムボムが出る確率は 23% になっていました。計算してみるとシンデレラで 4.3 回タイムボム圏内のチェーンをした時に、タイムボムが 4.3 回に1個の割合でだいたい出現することがわかります。なので1回のスキル中にタイム圏内のチェーンを9回していれば、確率で言うとだいたいタイムが2個出る計算になります。まあこれはあくまで確率なので1個も出ない時もあれば2個以上も出ることがあります。そして次に復旧なんですけれども、フィーバーゲージについても話します。フィーバーに入ると5秒追加されると思うんですが、フィーバーゲージが始まってから切れるまで11秒間あるので、スムーズにフィーバーに突入できたとしても6秒フィーバー中に増やしていかないといけませんよね。なので1フィーバー中にタイムボムを4個出すことを目標にしていきます。2×4 の8で6秒よりも多くなっていますよね。1回のスキルでタイムを4個出すのはなかなか難しいと思うので、1フィーバー中にスキルを2回発動するのを目標にやってみてください。そうすれば時間が減ることはなくなると思います。つまり僕がここで言いたかったのは、これくらいの確率がもうあるので、タイム圏内のチェーンを的確になぞる。1フィーバー中に2回スキルを発動する。そしてスキル外での立ち回り方。この3つを気をつけていれば時間は減っていかないと思います。なのですぐに時間が減って、全然高得点が出ないって方はこの3つの中でどれかが欠けているのだと思っています。なので僕がちょっと前の動画で紹介した9回なぞりをしっかりできていて、よっぽど問題がなければ高得点なんか出せないよってことはあまりないんじゃないかなと思います。もちろんこのツムシンデレラは機種によってもスコアが大幅に変わってきたりすることがあるので、それはしょうがないと思うんですが、タイムボムはだいたい 23% の確率で出るので、シンデレラはタイムボムの運でスコアが決まるツムではないんだよっていうのを知っておいてもらえたら嬉しいです。動画に出てきた僕の紹介したなぞり方などは、一応コメント欄の方にリンクを貼っておくので、そちらも良ければ見てもらえると嬉しいです。ではここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと途中複雑なことを話していたかもしれませんが、運で何もかもが決まるわけじゃないんだよっていうことを知ってもらえたら本当に嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。